どうも、大丈夫でした。もちゃチャンネルです。さあ、今回はですね、究極の英単語、ボリューム4で、新しく加わった単語、そして、なくなった単語を紹介ということですね。はい。一気に紹介していきたいと思います。まあ、先に言っときますけど、これ全部手作業でやったので、データとか見てないので、はい。合ってるかよくわからないです。はい。まあ、ぶっちゃけ数字が合わないので、70弱ですね、が変更されてるって感じです。ただ、すごくカウントが難しい。ing とか ed があったりとか、で、それが変わってるものがあったり、スペルがイギリススペルからアメリカスペルになったりしてるのとか、どうやってカウントしたらいいのかよくわかんないのがあったりして、ちょっとずれちゃってるんですけども、はい、なくなったのと新しく出たやつなんで、ぜひですね、これ加わってますよ他にもとかっていうのがあったら、で、分かった方はぜひ教えてください。まあ、僕みたいにインデックスを一生懸命調べるなんていう人はなかなかいないと思いますけど、めっちゃ時間かかった、5時間ぐらいかかったかな、はい、すげえ時間かかりましたが、はい、ぜひともね、高評価チャンネル登録忘れずにお願いします。これはめちゃくちゃ苦労したな。喉がね、声出なくてもうすごいやばい状態なのに頑張りました、これ。はい、では行きましょう。一気に進出単語紹介していきます。はい、吸盤を持ってる方はね、参考にしてください。はい、最初がアブダクションですね。はい、誘拐、まあよくね使うもんね、ニュースでね。アプロクシメーション、近接だよね。アプロクシメットリーとかはね、よく使うね。アクション、あ、原理。はい、ババリアン、あ、これは知ってる人もいるんじゃないかな。ちょっとこう野蛮な。バイマンスリー、ああ、格付きにってやつね。はい。バイウィークリーとかね。はい。バイオマス。バイオマスはもうバイオマスになってますよね、日本語でも。ボストフを配置マンした。バウは大枝。ブローカレッジ、だからブローカーの、名刺形態の仲介業。センテナリー、ああ、100周年記念。チャレンジと障害がある。キモセラピー、あ、キモセラピーですね。日本語にもなってますね。コンカッション、脳震盪とかぶつかるやつね。クッカリーですね。アメリカ英語では調理場ですね。RY は場所を表しますけど、イギリス英語だと調理この意味じゃない。キュービコはこのエリアのことですね。トイックでも出てきますけど、この仕事するね、それぞれの仕事スペースのこのエリアのこととか言いますね。デスラッ、あれ果てたってやつね。ディフェレンテーション、区別じゃない。ドグマティック、独断的なとかってやつね。はい、ダスター、はい、ほこりこうはたく。で、次が、アーですね。はい、エラーの動詞形でね、間違いを犯す。ファームヤード、農場のその庭でしょ。フォルトレス、ダメなとこがない、完璧な。Fiduciary、 フィドが信用だから、信用の。ジスト、要点、これよく使うな。Gratify、 満足させる。ガッシュは水の方だろうね、これ、水がバーッと出ることでね。Hallucinate、 幻覚を起こさせる。 Idleness、 怠ける、怠惰でね。 Impaired、 損なわれた、まあ障害とかでね出てくるよね。 Implore、 嘆く。 Incessant はこう絶え間ないってやつですね。 Cease、 ほら止まるですけど、それがないんですよ。 Incremental はこうちょっとずつこう増えていく、定期的に増えるとかですね。 Incubate、 あの卵をね、人工的に孵化させるとか。 Indignation、 めっちゃ怒ること、激怒。 Invigorate、 元気づける。 Lexical、 語彙のですね。で、 Liberalization ですね、解放ですね。 Liberal とか Liberty とか、ね、Numeral は数の。 Oat は大麦。オートミールが前回乗ってたよね、前のやつ。で、オプティマイゼーション、最適化。オプティマイズ、最適化する。オーケストレイトが、こう、組織化するとか、こう、画策するとかでね。パンデミック、ああ、パンデミックね。はいはい。流行りというか、出ましたね。パーチッ、ああ、この、カンカンデリとかで干からびちゃうやつ。パイラシー、違法コピー。海賊版とかって言うよね。だから、パトラック、パトラックか、難しい。日本語何？パトラックパーティーって言ったら、こう食べ物をこう持ち寄ったりするときに使うやつね。で、次が、プレオキュパイ、ね。これを閉めちゃうってですね。プレオキュパイドゥっていうので前ね、出てたけど、それで頭がいっぱいだとかっていうとき使うやつ。そのことしか考えられんみたいなね。プロクラスティネーション、グズグズするってね。レルターは不動産屋。リコレクト、思い出す。リグレッションは対価、後ろですね。リンバースメントは、返済したり払い戻ししたり。 Respiration、 Respire だから呼吸することだから、はい、呼吸ですね。 Savvy、 知識とか能力ですね。なんかこの Savvy って形容詞でも TOEIC 出てくるよね。それ熟練したというか、その知識がある、能力がある。 Skyrocket、 これは IELTS とかで使えるやつですね。この急上昇するやつね。 Slay は総理で、 Synergy、 最近使うよね、 Synergy ってね、相乗効果だったりとか、こういうやつね、はい、Tort、 不法行為でしょ。 Tweak、 グイッとこうやって引っ張る。アップリフティング、こう高揚したみたいなね、感じですよね。高揚させるか、 ING の形容詞だから。アップルート、根絶するとかね。ルート、根っこがあるよね。ワンダー、
ね、さまよってるワンダーの人ですね。はい、これらが寝室なんですが、多分まだあると思うので、ぜひ見つけた方は言ってください。いわゆるパワーセンテンスのセンテンスがなくなってる場合というか、センテンスが変わってる場合っていうのは2語とか3語がね、その新しく出てきてる時なんかがあって、でワードリストの中がなくなってるのはその1語が消えるだけなんで、まあ多分入れ替えは簡単だったと思うんですけど、だからそんなにセンテンスは変わってないかなっていう印象でした。はい、ではなくなった方です。はい、アカンパニスト、伴奏する人ですか。アラインはこうやって並べるやつでね、アライメントが名詞だよね。でアーカイブ、アーカイブって言いますね。アテンプテッド、アテンプテッドマーダーとかかな、殺そうとしてる時とかに使う、アテンプトしたってことですね。ベイゾーですから、バジル、ブレスティーキング、息を飲むような、ブレスティーキングビューとかね。ボイッシュ、男の子っぽい。カテゴライズ、カテゴリー化する。キャビティは虫歯。クラリネット、クラリネット、カマーやってくる人、やっぱ簡単な単語がなくなってるね。コンプライアンス、コンプライアンスとかね、この辺は重要な単語なんで、このボリューム3の方に行ってたね。デビット、デビットカードとかね。はい、ディフォルト、はい、デフォルトのとかね。ディメンシア、認知症。ディトゥア、回り道ですね。ディビエイト、ソラス。ダイアグノスは、お医者さんが見るやつですね。診断する。ドローン、ドローンか。この頃は違うドローンの意味だったんじゃないかな。本当に、兵器の方の意味だったんじゃないかな。エンパシー、を感情移入するやつね。共感ですね。フィーズビリティ、実行可能性。フィーズブル、実行可能な。ファン、おしまい。ファイネス、ファインの名詞形。ファイアーアーム、武器。グリッド、格子ですか。マスの方で、ね、ハック、ハッキングのハックね。ホモサイド、人殺すことでしょ。ハブっていうのは何かと何かをつなぐセンターとなるもの。インヘイルを吸い込む。アイティネラリー、予定ですね、旅行の予定。キーノート、キーノートスピーカーとか、重要なね、メインの人のことを表しますね。基調演説者の基調ってやつね。で、ローメイキング、立法のですね、はい、ローメイカーってね、政治家たちのことを表したりしますね。マンダトリー、義務の。マッチング、マッチングする。メタボリズム、はい、メタボリズムですね、新陳代謝。マーメイド、人魚。マザリー、母親の形容詞形。マグ、マグカップ。ミューテーション、突然変異するミュータントのやつですか。オビース、太ってる人、肥満の。オプティマル、これ最適な、さっきオプティマイズやったけどね、そう、オプティマムは残ってた。パーセムン、柿でしょ、こんなの載ってたんだ。パソーナ、ペルソナね、仮面とかっていうね。ファーマシーリカル、薬局のね、薬剤のでね。プラザ、プラザ、ポータル、入り口とかね、ポータルサイト。プレシピテーション、雨の降水量とかですか。プレズーマブル、多分。ピグミー、とても小さい。ピグミン、ピクミンでおなじみの。レインバース、レインバースがある。その返済するレインバースメントは新しかったけど、レインバースがなくなってんだ。レノベート、改修、改築する。レプリケートですね、レプリカですから、また作るやつ。複製するわけでね。Rethink、 消えたんだ、また考えるってですね。これ多動しても使えるんだよね、 Rethink は。確かそれこれで覚えた気がする。 Stunning、 驚く。 Susceptible、 影響を受けやすい。 Be susceptible to とかね。 Tab、 タブ、どのタブだろう。つまみとかさ、いろんな意味あるね。 Tactic、 戦略の。 Tango、 こう絡まったりなんだりするの。 Tango、 もつれさせるんですよ。トラウマ、トラウマ。Ubiquitous、 どこにでもあるってね、増えるの。これ重要じゃないのかな、今。 Upside は簡単でしょ、 Upside ですね。 Vintage、 ヴィンテージの。 Wizard、魔法使い。ヨガ、ヨガっていう風に、まあ基礎単語というか簡単な単語が消えてますね、ほとんどは。で、重要だったものは別の級に行ってるって感じ、別の本のに移動されてるっていう感じですね。なんで、まあこれを見ていただきまして、買い替えるかで、新しいの買った方はですね、なくなった単語を参考にしていただいて、あ、こんなのが前はあったんだなと思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。本当に調べるの大変でした。めちゃめちゃ体調悪いのに超大変だった。だからぜひとも高評価、チャンネル登録忘れずに。こういうですね、調べ物もやってますからね。ターゲットとシスタンのね、やつとかもやりましたので、ぜひそっちも見てください。早くご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。